は、レモンチャンネルのレモンです。今日は少し前に、メルセデスベンツ埼玉浦和店より納車された新型 E クラスの内外装と機能面を簡単にご紹介してみたいと思います。埼玉浦和店と世田谷南店は個人的にかなりおすすめな店舗になりますので、もしメルセデスをご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度遊びに行ってみてください。この E クラスは E200 ステーションワゴンスポーツというモデルになっていて、この2つのオプションが装備されている車両になります。ステーションワゴンでは他にも様々なモデルがご用意されていて、モデルごとにエンジン性能がアップしていくようなイメージになります。特にエアサスは E300 から装備されますので、もし E クラスをご購入する際は E200 と E300 を乗り比べしてみることをお勧めします。ボディカラーはグラファイトグレーと迷ったけど、結局オブシディアンブラックを選びました。他にも9種類のカラーが用意されていて、セレナイトグレーマグノというすごく珍しいカラーも選択できるようになっています。こんな感じに美しい艶消しカラーになっているので、ご予算に余裕のある方はぜひ選択してみてください。後期モデルの E クラスですが、外装のデザインが大きく変更されました。スポーティーな AMG スタイルのパーツが全てのモデルに標準装備されるようになっています。新しいデザインは賛否が分かれてしまうと思いますが、個人的に少し可愛さも感じてしまう後期モデルの方がスタイリッシュでかっこいいと感じます。ヘッドライトのデザインも S クラスみたいに大きく変更されているけど、機能的には変わっていなくって、前期モデルと同じマルチビーム LED が装備されていました。イメージとしてはこのように前の車や対向車などを眩しく照らすことなく広い範囲を明るく照らしてくれるようになっています。最大650メートル先まで照らしてくれるウルトラハイビームという機能も備わっているので、街灯がない道路でも安心して走行することができちゃいます。個人的に E クラスでお気に入りなポイントとしては、ボンネットにあるこのエンブレムは実は簡単に取り外すことができて、ここの箇所にボンネットマスコットを装着できるようになっています。マスコットを装着すると車幅と距離を簡単に把握できるようになって、より運転しやすくなるメリットがあります。ちなみに、もしもの時はこんな感じに軽い力で曲がるように安心設計になっていました。C クラス以降のモデルであれば、マスコットを取り付けられますので、運転が苦手と感じる方は、ぜひ装着することをお勧めします。動画で紹介した純正品のマスコットは下の概要欄へ載せておきますので、気になる方はチェックしてみてください。E クラスの側面は非常にスタイリッシュで、無駄を感じさせることがなく、かなり洗練されているデザインだと思います。ステーションワゴン、いいですよね。ボディサイズは全長が4955、幅が1850となっていて、イメージとしては、トヨタのアルファードと同じようなサイズ感となっています。ただ、E クラスの方が小回りが効くように設計されていますので、女性でも非常に扱いやすいと感じました。ホイールに関しては、オプションを選択しなくても、19インチの AMG アルミホイールが標準装備されるようになりました。前後のタイヤサイズが異なっていて、後ろのタイヤの方が太くなっています。続いて E クラスステーションワゴンのリア側になります。後ろ姿は高級感のある上品なデザインに仕上がっていて、私は特にテールライトがかっこいいと感じます。夜はこのようにじわっと点灯するのと、近くで見るととにかく個性的なデザインになっているので、他の車種とデザインが被らないのもすごくいいですよね。トランクルームに関してはステーションワゴンの中で一番広く作られていて、中はこんな感じになっています。他のステーションワゴンと同じようにトランクシェードがあるのはもちろん、さらにラゲッジネットも装備されていました。ネットはこんなイメージで利用することができます。ここにあるスイッチを押すと後席が倒れますので、このように様々なシートアレンジもご利用いただけます。では続いてインテリアになります。この車両は AMG ラインインテリアパッケージというオプションが装備されていることもあって、
ステアリングは最新の AMG スポーツステアリングへと変更されていたり、シートも本革シートにアップグレードされています。本革シートはホールド性が高くって、座り心地に関しては C クラスよりも心地いいと感じます。個人的に感動したのは、今回新しく採用されているこの AMG スポーツステアリングはデザイン性だけではなく機能面もかなり進化していました。今までは自動運転中にしばらくステアリングを操作しないと注意メッセージが出力されていたけど、新しいステアリングではこのようにセンサーが中に埋め込まれるようになって手を検知できるようになりました。ステアリングに手が触れていれば注意メッセージが表示されなくなったので、今まで以上に自動運転が快適になりました。これは本当にすごい進化だと思います。これ以外にいいなぁと感じたのは、 E クラスに搭載されているカメラの映像がより鮮明になって、さらに使いやすく進化していました。ステアリングを回すとこのようにカメラの向きが変わって見える範囲が広くなっていたり、障害物に近づくとこんな感じに周囲の状況がより分かりやすくなっています。今まで以上に距離が把握しやすくなりましたので、この改良は本当に素晴らしいなぁと感じました。ナビの操作方法とジェスチャー機能に関してはこちらの動画で詳しく紹介していますので、再生リストもしくは動画の概要欄からチェックしていただければと思います。 E クラスの魅力はまだまだあって、夜に楽しめるアンビエントライトも全てのモデルに標準装備されています。アンビエントライトの設定はホーム、設定、照明、アンビエントライトの項目で設定することができて、マルチカラーの項目をオンにすればお手軽に最高な配色を楽しめる10種類のマルチカラーを選ぶことができます。マルチカラーアニメーションが有効になっている状態ではこのように色がグラデーションしながら切り替わっていきますので、夜のドライブにすごくおすすめです。もちろん他のクラスと同じように好みに合わせて64色ものカラーを切り替えられます。では64色すべてのカラーを切り替えていきますので、見てみてください。E クラスのアンビエントライトいかがでしたか？最新のアンビエントライトとは違って間接照明のように光りますので、また違った雰囲気を味わえます。車両に乗り込む時とエアコンの温度を調節する際も演出があったりするので、デートする際はぜひご利用してみてください。後期モデルで少し寂しく感じてしまったのは、センターコンソールにあったアナログ時計がなくなってしまいました。液晶パネルで時間を確認できるけど、正直アナログ時計は残して欲しかったですね。下に行くとここはドリンクホルダーになっています。中には標準装備のワイヤレスチャージャーがあって、隣には USB とシガーソケットが1ポート備わっています。パフュームアトマイザーはグローブボックスの中に香水をセットすることで、運転中にエアコンからほのかに香る香水を楽しむことができます。この機能は C クラスにも装備できるけど、香りの強さに関しては E クラス、S クラスの方が強く感じるようになっています。気になる方はぜひショールームで一度試してみてください。では最後に E クラスの後部席になります。E クラスの後部席はかなり広く作られていて、幅広いシーンでご利用いただけると思います。本革のシートも柔らかくって、長距離ドライブでも快適に過ごすことができますし、さらに E クラスでは後席にシートヒーターが装備されているので、かなり実用性に優れているなぁと感じました。天井の高さに関しては、実は SUV の GLC と同じ高さになっていて、身長180センチの男性が3人座っても問題なくご利用できるサイズ感になっています。シートの真ん中に他のクラスと同じ仕様のアームレストがあって、ここはドリンクホルダーになっています。C クラスから小物入れが装備されるようになっていますが、奥行きがあまりないので、ハンドタオル程度であれば収納することができますかね。
あとはここの部分を開くことができて、灰皿とシガーソケットになっていました。E クラスステーションワゴンいかがでしたか？安全性能に関しても S クラスと同等の機能が装備されていて、信号表示機能と AR ナビも追加で使えるようになっています。お値段的にはどうしても高価になってしまうけど、それに見合う性能とデザインが与えられていると感じます。E クラスが気になる方は、ぜひお近くのショールームなどでご試乗してみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、レモンチャンネルでした。バイバイ。